アルベルト・シュミットは、ドイツの画家である、主に風景画を描いた。フランスとドイツの国境地域、アルザスのシュンルーズ、サンドハウス、ドイツゴメーズ・ウンドハウゼン、現在のフランス、バイコール・ランケンの牧師の息子に生まれた。免職不戦色の仕事をして、数年間パリで働いた後、仕事を辞め、画家になるために1871年に、ミュンヘン美術院に入学し、 ヘルマム・アンシュツやビルヘルム・フォン・ディーツに学んだ ?1874 年の夏から1878年の間、再びパリに移り、風景画家のウジェーヌ・ラビエーユの学生になり、コローやドービニーといったバルビゾン派の画家たちと交流するようになった。1878年の秋、イタリアへ旅しその冬をローマの美術館などでイタリアの巨匠の作品を研究して過ごした。 1879年には、フィレンツェに象徴主義の画家、アルノルト・ベックリンを訪ね、その影響を受けた。1880年には、ベックリンと地中海のイスキア島、ポンツェアネ諸島を旅した。1884年から短期間カールする上で活動した後、1885年に、ザクセンバイ・マルアイゼナ派対抗カール・アレクサンダーに招かれ、バイマルに移り、 スタジオを与えられ、バイマルの美術アカデミーの客員教授に任じられた。1886年にバイマルの女性と結婚し、バイマルに定住した。1905年にザクセンバイマルアイゼナハ大公を追打ヴィルヘルム・ウェルンストからアカデミーの教授の称号を得た。1890年代半ばからイタリア、オランダ、フランスを旅し、ドイツではバイマル周辺や、 バイエルンのキーイムガウ、ベルヒテスガーデナーラントの風景を描いた。1900年代に入ってもイタリアに旅し、冬はカプリ島やシチリアで過ごした。1913年に脳卒中を発症し、1816年にバイマルで亡くなった。ありがとうございます。